This is Street Fighter Zero Three. ではマイクチェックも終わりましたので、ただいまから名古屋ゼロスリー大会ですね、第9回です。第9回の名古屋ゼロスリー大会始めようと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ではさあ、どうも今大変盛り上がっておりますので、ゼロスリーもみんなで盛り上がって大会やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、1P はこちらエビうどん龍、 2P がドランゴキ、はい、まずルーキーの山ですね、こちら。そうですね、はい、パンダンが決まって、さあ画面端に追い込んでいるのはこちらドランゴキ。さあ竜巻、おさあ竜巻、ピヨピヨピヨ、ゴーキはピヨ率高いんで、やっぱりそうですね、はい、まあ、知らん間にピヨったって感じで、3ヒットでピヨっちゃう。またピヨりました。こんな、あるか、おお、投げ抜けしましたね、今。お、対空、しゃがみ中盤課題そうですね、当たって、まずドランゴーキー一本選手ラウンツ、はい、はい、エビルのルーですね。あ、エビルのルーかけた、あれ、あ、逆か、ごめんごめんさあ、しゃがみアッパが、おっと、ピヨリ返し、なんか、えらいピヨルだ。最強かと、最強流かと思うぐらい。いや、大丈夫大丈夫、ゲージは普通だもん。大丈夫ですもんね。はい、今度はドランゴーキー、こちら取り返す。はい、ラウンスリー、ファイト。さあ、大勝利が使って、さあ、めくり攻撃から、おっと、投げが決まって、はい、生100機からのつかみ、はい、宇宙投げ、宇宙投げが決まる。まあ、画面端で猛攻しているのがこちらドランゴーキー、はい、なかなか抜けにくいが、今度は位置が入れ替わってエビウノン竜が取り囲う状態、はい、さあ100機、さあ進化ロースが飛び込まれて、おースパコンが入って、スパコンまでつなぎました、はい、じゃあドランゴーキー勝利ですね。はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、1P がヤギバルログ、 2P が稲葉さんの号機ですね、はい、あ、Z 号機ですね、 Z 号機ですね、はい、男の Z 対戦ですね、はい、さあ、バルセロナのアタックが決まって、さあ、空中竜巻の幕、はい、スカイハグローガード、さあ、爪が外れて、さあ、三角蹴りで画面中央に戻るヤギバルログ、さあ、画面端でどんどん追い込んでるのヤバーゴーキー、さあ、あとそう、スカイハイクロー旋風で止める、はい、旋風で止めましたね。さあ、画面端でまた追い込んだが、また画面中央に逃げるヤギバルログ、やっぱバルログはね、鳥かご、うん、抜けやすいというか、ね、そうですね、三角蹴りがあるんでね、はい、回避の性能は高いですね、そうですね、はい、しゃがみ中足が入って、まずヤギバルログ一本選手、はい、ラウンツー、はい、さあ、バルログバックで画面中央に戻る、さあ、空中竜巻を打ちまくる、こちらに稲葉動き、大足が入って、あっと投げが入って、さあ、画面端で、さあ、ちょっとまたバルセロナって自分が画面端に行く、はい、あ、足払い合戦、
さあ非常に丁寧な波動拳立ち回りを稲葉さんが、さあ竜巻でまた巻いて、はい、さあやっぱ波動拳のジャンプされちゃいますね、普通としてもね、はい、ジャンプが早いんで昇竜が難しいな、やっぱり反応が、うん、ああ中足が入ってヤギバルログ、こちら勝利ですね、はい、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、はい、ワンピーがこちら石川ローズ X ですね、はい、ツーピーがヤギバルログ、さあ何を狙ってこれ X ローズを選んできたのか、はい、威力はでもありますからね X は、はい、ちょっと着拳が失敗か、すごいしゃがみ中盤の判定が、そうですね、しゃがみ中盤判定強いんでローズ、さあバルトのアタックが決まって、ただ防御力がないですね、ちょっとやっぱり結構体力が減っちゃってる方ですね、ローズ、はい、あ、お、うまい、三段、さあどうなる、さあまだわからない、これまだわからない、 X はね、攻撃力があるんで、はい、あー、さあジャンプショーキックが入って、ね、はい、まずヤギバルログ一本選手、はい、ラウンド2、はい、あ、三角蹴りを落とす、さあスカイハイクローで反対側に行く、さあしゃがみ中パンチで牽制、さあ対空か今の、さあバルセロナアタック、さあ画面端です、少しずつ、はい、こちら中詰めを指しているヤギバルログ、そうですね、突破コンって、さあ削りに行ったか、あーはーっと空中戦でやはりまたショーキックが、ヤギバルログこちら勝ちましたね、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、やっぱ防御力はないですね、X は、はい、そうです、はい、1P がドランゴーキ、2P がヤギバルログ、はい、さあ2人ともこちら Z イズムで楽しそうな対戦が期待できますね、はい、そうですね、さあ波動拳、さあ画面反対に、画面中央に行くヤギバルログ、さあスカイハイクローガード、おー、おー、空中投げ、空中投げが決まりましたね、今、さあ竜巻でツッコムがヤギバルログがなんとかガード、さあスカイハイクローでまた画面中央に行く、さあヤギさん距離を取りながらうまいこと戦ってますね、なかなか捉えきれない、はい、ドラム動き、ガードゲージが光っているが、おっと、なかなかうまくいかんですね、さあスカイハイクローで反対側に行く、もうヤギさんも最近実力をメキメキと上げてきたんですけどね、そうですね、はい、ただまあもうヤギさんと対戦するときはもう鬼ごっこって呼んでますけどね、私はなるほどさあ竜巻打って、はい、逃げ切りですね、逃げ切りました、ヤギバル6一本選手、はい、ラウンド2ファイト、まああれも一種の戦法ですね、あ、そうなんですよ、結局、ね、はい、まあ、勝てばいいんですよ、そう、勝てばいいんです、はい、さあ反対側にいった、竜巻は結構巻かれやすいんですよね、そうですね、空中竜巻も引っかかりやすいんでかなり強いと思います、ちょっと爪がないんで、ちょっとリーチが短くなるか、そうですね、でも判定は大きいですもんね、判定は大きくなりますね、さあお互いに飛びの頻度がちょっとすごいですね、かなり逃げ回ってる、はい、さあゼロカンで返す、おー、ゼロカン、さあ画面三角形で画面中央に行く、おかなり安全牌で無理せず戦う、そういうことですね、おー、わーっとスパコンが決まって、あー、強い、ヤギバルログ勝利ですね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、バルログの機動力を生かした戦いでしたね、優勝だな、はい、では、ルーキーズの優勝はヤギ選手です、ルーキーズ優勝はヤギ選手、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、はい。
はい、1P がこちら石川ローズ X ですね。はい、2P がエリュードン流。はい、X イズム継続ですね。はい、さあ昇竜、これカウンターだったのあんま減ってないな。さあしゃがみ中間、やっぱ対空として使えるんですかね、あれどうなんでしょうね。ねえ、どうなんだろう、さあさあちょっと分かんないですけど、ねえ、あんまりちょっとローズ分からないんで、うん、さあ波動拳、なかなか対空が出ない、うん、さあ波動拳、あ、ダイスか。さあローズのソフトクリーム攻撃、さあダイヤスガード、なかなか波動拳が出ない。はい、おーっと3番で、まあ対空ですね。 CG が入りました。まずエビュードン竜が1本選手、はい、さあラウンド2、はい、さあ立ち台キック、はい、あと1つだけ失敗か。波動拳、さあ4ヒット、さあ3ヒット、さあ投げ、歩いて投げ、さあ波動拳を飛び越えて、さあダイヤシー、さあ3段、さあもう削りモード、はい、さあ垂直ジャンプ中キック決まって、今度は石川ローズ、こちら取り返す。はい、取り返しました。ラウンド3ファイト、さあ旋風、さあジャンプションパンチ、ジャンプション品だったか。さあダイヤシが使って、さあちょっとトリカゴ状態で、さあなんとか脱出した、こちら石川ローズ、さあ3段、さあ空中竜巻で巻いて、さあダイヤシが入って、さあめくりからの、さあソフトクリーム攻撃のガード、やっぱり龍は旋風が強いですね。旋風はそうですね、はい、強いですね、やっぱり。さあ、着剣失敗か。おっと、中断、中断、さあ、やってないと。おお、結果オーライ。エビュードン龍、こちら勝利ですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、1P がエビュードン龍、2P がこちら、稲葉豪樹。はい、さあ、クミヤノさん、Z を選んでくれてますね。はい、そうですね、はい、うわすごい、もう半分だよ。はい、はい、カウンターヒット、おっと、ピヨッタ。さあ、昇竜拳入れて、ちょっともう補正がかかってますね、体力。そうですね、減らなくなってきてますね。はい、さあ、今攻撃力上がってるのはこちらエビドン竜。さあ、旋風が決まって、まず稲葉豪樹一本選手。はい、はい、ラウンド2、はい、さあ、波動拳と空中波動、さあ、竜巻で、さあ、画面端に追い込んでる稲葉豪樹。あとめくりからのちょっと位置が入れ替わる。さあダイヤシー、おーっと、これは入るカウンター使い、ここで出した、入った、かなり体力を奪った。はい、エビュードン竜、あ、カウンターヒット、攻撃力が上がってるのはこちら稲葉豪樹。はい、さあ竜巻で近づいてダイヤシーガード、波動拳、波動拳、さあ飛び顔になって、あーっと、うん、旋風とジャンプ攻撃かな、相打ちして、はい、今度はエビドン竜が取り返すよね。はい、ラウンド3ファイト、さあダイヤシーが入って、さあめくるか、おっと昇竜が出る、昇竜出して、さあ竜巻をガード、さあ画面端に追い込んでるが、さあ稲葉動きはめくって、さあ坂道中パン、さあ足払い合戦、さあ波動拳、波動拳、お互い体力を拮抗している。はい、非常にいい試合です。おっとドンシャイ飛んで波動拳ジャンプされて、さあ位置が入れ替わる。さあ今度逆に取り込む状態、おっとこれはどうなる。さあ生ジャッキーが当たって、さあどうなる、画面端追い込んで、さあここで、おっと垂直ジャンプで、おお、あ、体力残っているのがこちらエビュードン竜ですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、 1P がドランゴーキー、 2P がエビュードン竜。さあ100キーが当たらない、
さあ3段ヒットさせて、さあ画面端に追い込んでいるのはドラゴーキー。さあドラゴーキー勢いがすごい。はい、そうですね、非常にトリッキーな、はい、なんか今変な風になったな、中足が、ね、今ね使った。おっとここで瞬殺、あっと、あえなくガードっていうか消されてしまう。おっと掴んで、さあ投げて、さあ昇竜、さあめくりが入って、おおおおしゃがみ中パンが大根になった。で、さあまずエビウドン竜が1本選手。さあラウンド2ファイト。さあ竜巻に対して勝利を合わせる。さあ生100から投げ、さあ勝利、はい勝利カウンターヒット、波動拳。さあ竜巻を中パンに落として、勝利つながらんな、なかなか。中足、まあ、直角に返しているこちらエビドン流。さあ投げ、くじ投げを投げ、投げ投げ、うまい、エビドン流勝利ですね、おめでとうございます。今のうまかったですね、おめでとうございます。くじ投げ、置き投げ、今置いてましたよね、なんか投げを、うん、ちょっと変わった動きだった。はいはい、ではルーキーズのルーザーカテゴリー、私エビードン勝ち抜けとなりました。はい、 ありがとうございました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、1P がこちら山本浩二、2P がグレッチザン。さあ今度はもう2人とも V イズムですね。まあコーディがもう V イズムなんでね、もうやら対戦する側としては V イズム以外の選択はないですね。まあ別に V イズム以外でもいいんですけど、エーパがねちょっと怖いんでね、やっぱり。そうですね。さあアドバンチングガードで跳ね返す。さあ画面端にガンガン追い込んでいるこちらグレッチザン。さあアドバンチングガードで跳ね返して、画面端から逃さない。さあ空中投げじゃなくて通常投げか。さあ今度は山本浩二が画面端で追い込んでいたが、アドバンチングガードで跳ね返される。さあラシャンが届かない。さあどうだろう、さーっとこのままオリコンを発動したが、山本浩二が発動し返して、まず山本浩二1本選手、1本選手、はい、ラウンド2ファイト。さあバットストーン、バットストーンはドワンチングガード。さあ画面端に行ってしまうこちらグレッチダウン。さあ発動して、さあ画面端までなんとかオリコン持ってって、さあ急いで今度は回収したいこちらグレッチダウン。さあダンク脚を打ちまくって、ガードゲージを回収している。ダウンはあっという間に溜まりますね、ゲージが ね、この回収能力があるおかげでなんとか戦えますね、ダウンは。そうですね、はい、ゲージがあればね、まあ、エーパー回避しやすいですからね。そうですね。さあ、こちら山本コーディで、さあどうなる、このままエーパー持っていくのか。おーっと、この光受けができなかったので、このまま山本コーディ勝利ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。光受けできなかったね、今ね。ワンピーワンピー。さあそれでは見ていきましょう。ワンピー側、シャンクスさんのクイサクラ、はい、ツーピー側タグダルさんのエクスブランカ、はい、さあ壊し勝負決まって3分の1の体力をいきなりゲットして、はい、体育発動。さあどこまで行く、エリアルは、さあエリアル成功して、おーエリアルまで完走して 45% 回収していく。さあ X キャラなので破壊力が半端ない。ここからの、ここからまだ分かりません。さあただゲージが溜まったのはシャンクス桜、追いつくタケダルブランカ。さあお互いにゲージは、おおーローリング、大足にローリングをして、はい、まずはタケダルブランカが1本選手、2ラウンド目。さあアマゾンリバーに大足が届かない。さあ発動して画面フックまで持ってって
大大ちょっと下手だこれは。おーこれ痛いな。あっという間に耐える攻撃。はい。おっと投げ抜け。ショーモルスマが、はい、ジャンプ中パンチ、ジャンプ中パンチでラウンド1ラウンド取り返していく。はい、取り返しました。3ラウンド目落とし落ちなかったぞ。おー、しかったローリングの小発動、うまく対空発動を合わせていく。はい、さあ、しばらくにローリングを合わせるのが上手いですね。はい、そうですね。さあ、これが痛い。着キャンコンボで一気に体力逆転。さあ、まだわからない。さあ、お互い体力残りわずかでさ、おっと、おっと、ここで光ったわ。おおすごい、今のはさあ、オリコン光ったんだけれども、ちょっと勝負権などが出ず。はい、綺麗にグランドシリーズ待ってましたね。はい、スパコンで勝ったのはタケダルブランク。いいよ、スタートしゃ。さあ、ワンピーが浅井さんですね。今日は何のキャラでやるかな。で、クッピアクータン。さあ、今日ははぁ、あ、浅井さん、バイソン、バイソン、バイソン、本当に、うん、かな。俺がバイソンの面白さ教えちゃったもんね。あ、教えちゃったから、はい、浮気もんだな。本当にもう、はい、ワンピーが浅井バイソン、竜からバイソン、ツーピーがさあ、クータンカリン。はいさあ、カリンは背が低いんでね。はい、そうか、立ち台パン当たらないのか。しゃがんでると当たらないんだね。え、そんな感じ。あ、でもダッシュストレート当たるね。あ、当たってましたね、うん。うわ、嫌なしゃがみ中パンチですね、はい、あれが強いんですよ ね、判定が。カリンとしては、うわ、ダッシュアップ対空、ちゃんと対空って。あー、スパコンが、これは、うわ、うん、まず浅井、はい、バイソンが一本選手、はい、いつも竜なんでね。はい、竜って言っちゃいそうになりますね。違和感感じる。ラウンド2ファイト。おお、さあ、レベル3が入って、はい、黙っちゃいないのはこのクータンですね。X リズムなんでめっちゃ減りますね。なかなかこれはしゃがみつく。うまい、うまい、当てみよう。さあ、画面端行ってさ、投げ、お、今度はクータンカリンが取り返す。はい、取り返しましたね。ラウンド3ファイト。すごいですね、あのしゃがみ中盤やっぱり。はい、そうですね。ちょっと怖いですね、やっぱりガードしても結構減りますからね。そうなんだ、 1.2 ドット減るもんね1ドットじゃないんですよね、あれ。そうですね。さあ、ガードゲージがどんどん削られているのが浅井バイソン、はい、ガードゲージが割れる、はい、さあ、画面端でさあ、強烈な2択を仕掛ける空間、はい、カリン。さあ、二人とも慎重になってるぞ。さあ、しゃがみ台足。さあ、画面端から逃さない、こちら、クータカリ。さあ、ガードゲージが割れて、さあ、ガードゲージ割れましたね。おっと、クータカリ、さあ、体力が非常にいい感じ。おお、そう、さあ、どうなる。おお、これは、あー、惜しい。当て身を置いて、置いておったんだけど、はい、スパコンを、スパコンをしっかり出しましたね。浅井バースの勝利ですね、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ワンピー側が、山本コーディー、そしてツーピー側が、タケダルブランカ。 VV 同士の戦いですね。はい、さあ、早速発動したのは山本コーディー。そこをしっかりガード。さあ、ガードしきってエパまではいけず。さあ、こうなってくるとコーディーの防御力がですね、少ないので。さあ、ここでさあ、武田のオリコン炸裂ということでね。意外とわからないですよね。はい、そうなんですよね。もう右だか左だかわかんないですよね、あれ。おっと、おー、うまい。光返して武田のブランカー、まず1本取り返、あ、はい、取りましたね。はい、ラウンド2いきましょう。あと電撃がちょっと出なかったようですが。クリミナルから大石は当たらず、カウンター。
はい、エイパー回避、はい、さあここは山本浩二取り返しました。はい、ラウンド3。さあ大パン大パンの2ヒット痛そうですね。はい、さあ4ヒットスカッシュ下段からの、さあ体力はコーディが大幅にリリースで大パンスパイク、はい、ああそうですね、ちょっと調子悪そうですね。あ、さあカウンターから電撃三段、さあガードケージ、おっとここで光って、おおバックジャンプから、あ、まあ、さあこれはガードで、あああと一発がいけなかった。ローリングをジャンプされて、はい、裏から小判が決まって勝ったのは山本浩二、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。画面真っ赤対戦ですね。 1P が浅井バイソン、 2P がルイさんのこちら、はい、X ロレント、はい、さあいきなりもっと画面真っ赤だね。そうなんですよ、ね、はい、お互いが 1.2 倍の攻撃力、そして 0.8 の防御力なんで、もうすごいんですよ体力のゲージの動きが。はい、そうですよね。なんか着キャンまでちゃんとやってきてる。わあ、はい、まずこちら浅井バイソンが1本選手、ルイさんも久しぶりすぎてあれかな、ゼロスリーあんまりできてない感じですね。うん、そうなんですね。でもこのルイさんはね、着地キャンセルを発見した人なんですよ。ああ、そうなんですか、ね、ここからゼロスリーが一気に変わってきたっていう感じでね。本当ですか、偉大な人なんですよ。もうゼロスリーの神様じゃないですか。そう、そうなんですよ。すごい減るな。さあどうなるどうなる、さあ画面外れ、あーっとパトリ打ったか投げられて、さあどうなる、おっとこれはどうなる、入ってしまったか、まあ、さあこのスパコン打った、このままジャンプ大パンチが入って、はい、浅井バイソン勝利ですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。 V イズムに対しても、はい、X で X 選んできましたね、はい、もう覚悟を決めましたね。覚悟決めてますね。はい、ワンピが山本浩二、ツビが浅井 X バイソン。さあなんとかこれは浅井さんとしてはもうエーパー決められる前に倒したいですね。はい、そういうことですよね。非常に緊張する戦いですね。はい、ワンミスでもう終わってしまう感じなんで、さあ対空、さあちょっと押され気味の浅井バイソンだが、さあどうなる、さあダッシュストレートで画面中に戻ってくる、さあスパコン出して、おっと、おこれはうわー、はい、まずこちら浅井バイソン一本選手、はい、そうか、スパコン当てれば結構減らせるね。はい、そうですね、侮れないですね、分かんないですね、これ分からんな、これ、分からんな、これ。さあパッドストーン、さあ発動して、おっ と、ああ当たったな、ちょっとこれは回避が、おっと落とした、これ浅井バイソンにもちょっとチャンスが出てきた。まあ浅井バイソンとしてはこれ勝っておきたいところだが、ちょっと体力的に、あっと反対側行ってしまう。あ、今度は山本浩二が取り返す。はい、はい、取り返しました。さあラウンド3ファイト、結構体力ゲージが動くな。さあ着拳きっちり、着拳入れるこちら山本浩二、ダッシュストレートが入って、さあダッシュストレートはしゃがむにっていうか避けられますね、あれね。そうですね、さあ避けまくっています、避けられまくります、奥に避けまくっています。さあ相馬からじっくり戦う2人とも、あっと発動したのが、はい、山本君だが、おっと、おーダメだ、これまで分かる、おーっとリバーサルだった、今フィニッシュまで行きましたね。すごい、浅井バイソン勝利、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。すごいな、今の、今のすごかったですね。はい、はい、では、この試合で、ミドルカテゴリーは、浅井選手の優勝となります。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。
さくら。さあ、クイズム同士の戦い。1P がこちら、グレッチダン。2P がシャンクサクラですね。さあ、キャラ的にちょっとダンドがきついけど、そこをなんとか乗り切るのがこちら、グレッチダン。さあ、シャンクサクラたちはね、なんとか押し切って勝ちたいところですが。そうですね。グレッチダン、ただ、立ち回り綺麗ですからね。そうですね。いいところ見せてほしいですけどね、はい、あ、ここでこちら発動したのがサンクスサクラで、まあ、定番乗り込んでサイリアルムで持っていくか、 2P ダムで裏返るか、だけどそこをなんとかうまく、うまっ、あおと、まあ、狙いを完走したね、回収十分。さあ、ダイヤシュー打つがちょっと短い。うわっと旋風、旋風客か、旋風客、この弱旋風が地味に強いんですよね。あれ、当たるんだね、やって足払いはすかすし。はい、ラウンド2ファイト。さあ、ドワンシングガーズで跳ね返す。そう、対空をきっちり着キャンで返す。上り超パンチうまいですね。さあ、ドワンシングガーズで引き離すが、しかしリーチが短い。ここをなんとか戦う、なんとか頑張って。サクラの対空コパンが強い。あ、なんか間違ってる。あっと発動して、さあ、折り込んでさ、ホール券スタート。はい、画面端でオリコンを打ち続けるグレッチダン。めっちゃ画面端で押してる。振り子であっさり割り込まれてしまう。あっと、ダンクキャンでタイミングをずらしたが、あっと、さあ、これが、あっと、ブラウジックからおかわりが、あ、これはどうなる、あっと、あーっと、うまくいくと思ったけど、昇竜拳に拾ったんですけどね、うまくならなかったですね。はい、サンクスサクラ勝利ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、見ていきましょう。ワンピー側は武田さんのエキスブランカー、はい、ピー側は久田さんのゼットカリン、はい、ゼットカリン。元全国個人戦第3位、飛びで回避していく。さあ、グレンホーショーまで決めていったか。飛び込みをすかして投げを決める。さあ、大パンチ入って、はい、さあ、戻りバー。さあ、あっという間にギャードゲージが光ったか。うまく食うてグレン剣を決めていく。はい、さあ、ここでリバーサル、おお、うまいこと受けた。アマドンリバーを、あ、でもグランドセーブ決めて投げ、うわー、出たクータンの投げ。投げを重ねて、はい、1ラウンド取っていくのはクータンカリン、はい、2ラウンド目。さあ、着地に小汗を重ねるもうまくジャンプされてしまう。さあ、ローリングに小判を合わせて、はい、空中投げ。さあ、グレンにコパンを合わせて割り込んでいく。さあ、足払いにロング回して2ヒットになりましたね。空対空の反応の良さを見せた武田さんが1本取り返していく、はい、3ラウンド目、はい、さあ、ローリングのスキニー対応を決めて、さあ、大大これは減る。痛いですね、あれ。さあ、グレンゲン決まって、ここで起き上がりに、はい、ここも減りました。出していく。あー、大電撃でしっかり削って、さらにローリングで削った、はい、武田のブランカが勝利ですね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、続いての試合は 1P 側ルイ選手、はい、の X ロレント。そうですね、 X ロレントですね。サンクスさんの V サクラ、 V サクラ。さあ、オリコン早速発動、それが当たってしまった。あー、これが、さあ、エリアルまではいけず、まあ、チャックキャン考えた神様ですからね、なかなか。その神様相手にチャッキャン使うのはちょっと気が引けますな。チャッキャン返しですか。はい、まだ分かりません。さあ、これ X ロレントのパワーを見せつけることができるか。あー、最後は
クリック決まって、はい、まずはシャンク桜外交選手、はい、グランドウェイこのさくらのジャンプショーキックが意外に届く。そうなんですね、意外とリーチ長いんですよ、あの技が。ですね、はい、めくって台足も強いですしね。あ、フリコハド立ち台キック、おっと、あー、ここで、おっと、なんかおかしかった、やっぱり、あー、ここでさあ、まだわかりません。あジャンプショーパンチ、フラワーキックでダブルアップにいったところ、はい、スパコン決めたんですけどね、勝ったのはシャンクス桜、はい、さあ見ていきましょう。ワンティアはシャンクスさんの V 桜、はい、スピーガーは竹原さんの X ブランカ、はい、さあ証券決まってあっという間に体力半分、はい、おっ と, おっと発動してきましたがちょっと不発に終わってしまいましたね。カウンターから小発動にいったんですけどね、はい、立ち合いキック、はい、立ち合いキック強い、おお、ここは光ってジャックローリングの隙にきっちり発動してきましたね。そうですね、確実に仕留めてきましたね。シャンクス桜が一本選手、はい、一本選手2ラウンド目、対空ローリングにジャックショーキックが刺さってしまう。さあ、ダイヤス決まって、ローリングを決まっていく。今度は竹田ロブランカがあっという間に体力リード。はい、そうですね。おお、ここで光ってくるか、これ。フィニッシュまで行くか、これ。おお、うまい。はい。空中カウンターから受け身の取れないブランカに刺していきましたね。はい、勝ったのはシャンクス桜、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ワンピーが山本浩二、ツーピーがサンクスサクラですね。はい、さあ、日常的によく見る対戦ですね。はい、そうですね、 VV のガチガチ対戦ですね、これが、はい、さあ、証券まで入ってガードゲージが本当、はい、ね、V コードは短いんで。そうなんですよ。さあ、ラフィアンね、あと、あー、なんか届かなかったね、やっぱりちょっと離れてたもんね、はい、おー、オリコンどちらもちょっと不発気味な感じで。そうですね、さあ、どうなる、まあ、ゲージをなんとか回収したい、こちらのところで、はい、おわっと突然の証券が来て、はい、まずシャンクス桜が一本選手、はい、はい、ラウンド2、はい、ダイヤスが入ってなんか振り子がカラキャンみたいになりましたね今はい、はい、おお、桜落とし、うまい、ラキャンの戻りにダイヤス、あ、さあ、ちょっとずつじりじりと、さあ、リードしているのはシャンクス・サクラ、まあ、なんかちょっと2人の調子悪い感じかな、はい、まあ、でもまだ分からない、あ、投げが入ってじゃシャンクス・サクラ勝利ですね、はい、投げようとしたとこ、おめでとうございます、投げですかね、おめでとうございます、はい、はい、では、ミドルカテゴリーのルーザーズ勝ち抜けは、シャンクス選手です、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、1P がマルチバルログ、2P がテンテンゴーキン、さあ、今日はテンテンさん、三重県の伊勢市からね、今日来てくれました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、あ、投げ、さあ、V 対戦ということで、そうですね、どういう対戦になるか、はい、そうですね、もうエキスパート同士なんで、もうすごい試合を見せてくれると思います、
ぱお互い慎重にやってますね。はい、下手な技は触れないということでしょうか。おっと、さあどうなる。おっと、さあうまく発動して、あっと、これはうまくいったか。ゲージが溜まってなかったですね今。あ、点々号機の光抜けでいいかったかな。光抜けはしてたんですけれども、ちょっと 50% 溜まってなかった。そういうことか。そう、これがあるんでね、わからんですねやっぱりこの対戦も、はい。最後まで決めて、はい、まずマルチバルログ一本選手、はい、はい、ラウンド2ファイト。さあ距離を空けるマルチバルログ、はい、さあ点々発動して、あっとどうなった、あっとバケを打ってたけど隙がありますもん。そうですね、結果当たってしまいましたね。さあ投げて、十分な体力出かけたんじゃないでしょうか。さあどうなる。さあ昇竜、あと何か、あ、何もできなかったですね。なんか何もできなかったね今。おわー、昇足すごい判定。あれはもうダンとは真逆の性能ですね本当に。ものすごい当たる。ラウンド3ファイト。さあバルログはゲージ 100%。 さあ点々の動きもゲージが溜まっているので、はい、ちょっと回収している感じ。さあダイヤスが入って、さあ画面端で追い込んでいる点々動き。さあ爪の回収、はい、なかなかお互い技が当たらない。はい、そうですね。ガードゲージで光ってるのはマルチバルログ。とローリングを KD で返して、うおお、どういう投げ、なんちゅう投げなのあれ今ね。おかしかったね今ね。ショーローリング。さあ昇竜返して、あそこで昇竜。さあ光ってきたのは点々動き。さあここで、さあどうなる。さあ光り返したか。さあまだわからない、まだわからん。さあ時間が、時間がなくなってきた、なくなってきた。まだわからん。さあどうなった。あ、タイムオーバーでこちらマルチバルログ勝利ですね、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。 1P がトーマスサクラ、 2P がタケリーカリン。さあ VV ですね。はい、さあ投げて、さあ当てみ、はい当てみ。さあ空中投げ、おお、おお、ちょっとさあ証券決まって、さあめくり、めくりがめくらず、さあダイヤスが入って、さあ発動したのがこちらの豊間さくらで、はい、さあもう補正がかかっている、はい。さあ VKにもエーパがあるんでね、わからんですねここはね、わからんですね。投げて、投げ、さあどうなる。さあ中断、さあここで光って、はい、カリンのオリコンが炸裂して、まずタケディカリンが一本選手、はい、ラウンド2ファイト。さあダイヤシが入って、さあ証券が入って、さあおっと転がってめくりを回避、あと空中で、さあグレーンが入って、お空中投げ、はい、うまいな今の、うん、おっと光ってきた。発動して、さあここからエリアに持って、ワンピーなんで、あーちょっと飛ぶのが早かった、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 今度はトーマスサクラ取り返す。ラウンド3ファイト。さあ波動拳、さあ、ダイヤシを打ち合う。さあ、発動して、あっと、ちょっと発動したけど失敗した。はい、さあ、投げて、さあ、体育を打って、
さあ、ダイヤス、あ、投げ。さあ、ダイヤスが入って、かなり2人とも慎重に。さあ、発動したのを持ったけど、フォーマスサクラで、はい、さあ、ちょっと 100% ないんで、もう、あーっと、遠足から、表現が入って、スタシゲダンからですね。はい、トーマスサクラ、勝利ですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ワンピーが森本源、森本源、ツーピーが細川豪樹。はい、細川さん久しぶりですね。はい、久しぶりです。もう初期の03ではもう名古屋最強と。そうですね、もうとにかく綺麗なんですよね、コマンド入力とか。ああ、丁寧ですね。丁寧なんですよ、すごい才能がすごい。なんか大会で一切緊張しないとかいうのなんか聞いたことあるんですけど。なるほど、はい、それがこのね、落ち着いたレバー入力になるんですね。はい、そうそう。さあ、倉庫行ってるうちにと押されているのが細川豪樹で、森本健が、さあ、ゼロか、うわ、まず森本健が一本選手、はい、はい、ラウンド2ファイト。さあ、ダイヤシを打って、さあ、昇竜、あ、うわっと、レベル2でスパコンが入って、さあ、豪樹はゲージ 100%。あ、ちょっと発動できなかった。あ、そうですね、ちょっと発動ができなかった。さあ、さあ、ロコソリコに持ってって、かなり減る、この豪樹のリコ。はい、最後まで決めて、はい、さあ、勝利、はい、うまい、精度が高い。さあ、かかとでガンガン押しまくって、はい、今度は細川豪樹が取り返す、はい、さあ、ラウンド3、はい、ゲンはね、やっぱり Z リズムなんで、あのゲージの回収が悪いですね。はい、はい、そうですね、1回放出しちゃうとなかなか回復しない、それに対して V ズムはね、回転が早いんでね、さあ、アシュラで逃げる。おっ、まあ、徐々にゲージも溜まっている森本源だが、もう細川豪樹、さあ、ここでオリコンを発動して、はい、さあ、画面端折り込んで、さあ、かなり落ち着いた発動して、さあ、投げ、画面端のプレッシャーがすごい。はい、さあ、ゼロ感でたまらず返して、おー、これはおー、ほほほー、うまい。スパコン打ったけど竜巻が入って、細川豪樹勝利ですね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、はい、ワンピーがマルチカード、ツーピーがトーマス豪樹ですね。あ、どうも、ごめんなさい、トーマスサクラですね。はい、トーマスサクラですね。V バル V 桜対決ですね。はい、緊張ですね、これは。はい、バルロが攻撃力、防御力ないんですけど、はい、エンパがあるんでね、はい、さあ、発動したのが、さあ、こちらマリックバルロです。さあ、どうなる。はい、さあ、ここからどうなるか。おっと、ちょっとどっちも失敗してた感じかな、今。さあ、テラで返して、さあ、オリコンお互い打ち合って、さあ、あとは正当の戦い。さあ、ガンガン前に出る。ゲージが溜まってるな。さあ、おっと、マルチバル、さあ、どうする。さあ、なんか向こう向いてコロコロしましたけど、まあ、なんかね、変な方行って、はい、さあ、お互いゲージを回収、はい、ゲージを回収し合っています。さあ、先に溜まったのはトマサクラ。うわっと、スカイハイクローが決まって、マルチバルがまず一本選手。はい、ラウンド2ファイト。必死に側のゲージを回収しているマルチバルログ。さあ、スカイハイクローで反対側行く。さあ、ゲージが溜まって、さあ、こうなるとサクラとしてもちょっと怖いですよね。そうですね。さあ、対抗に戻ったのが、さあ、こちらマルチバルログだが、なんとか、うん、エーパーは回避。そうですね、エーパー回避ですね、これで。さあ、バルセロナアタックで反対側に行って、さあ、ゲージを回収しまくっている、こちらマルチバルログ。さあ、爪も回収。はい、さあ、スカイハクロで反対側。さあ、ゲージを回収しまくっている。なかなかやっぱりサクラは捉えにくいですね。そうですね。さあ、スカイハクロでまた反対側行く。まあ、ちょっと体力が拮抗してる、どっちが多いのかちょっとこれ、はい、どうなんでしょう、これ。あ、でもこれで今マルチバルグが優勢か。これまたちょっとまだ分からん。さあ、空中投げ。さあ、どうする。はい、時間がなくなってきました。最後の最後で分からない。
さあうまく逃げているのがこちらマルチバルグで、あっとうわタイムオーバーですね。さあこちらマルチバルログ逃げ切りの勝負です、はい、勝利ですね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。またこの対戦なんすか、はい、あ、じゃあ、せっかくなんで、マイクパフォーマンスをまたやるの、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ西尾さん、こちら2ピース割ってもらって、はい、じゃあ西尾さん、さ、ちょっとまだスタート待ってね。あ、ごめん。はい、マイクパフォーマンスですね、今回も。今日なしでいい？前回も。なに、なしなの？なしだって言われた。どうする西尾さん、なんか言っとく？今日はしっかりおむつしてきたんか？おむつしてきたんかと言われてしまいましたね。やっぱ言っといた方が良かったっすね。もうそれに対して榎田さんはノーコメントらしいの で、 で、ね、まあ仕方ないですね。ちょっと試合に集中したいということでね。そういうことですか。はい、1P がエノキドロレント、 2P がこちら西尾流 Zイズムですね。そうか、西尾さんは V にするとちょっと調子悪くなっちゃうもんで、逆に Z の方がいいぐらいな感じで、はい、さあ投げて、さあ画面端追い込んでいるのがこちらの西尾流。さあ間合いを離している、あっ的確にダメージを与えている西尾流。さあ発動したのがこちら、はい、エノキドロレントで、さあ画面端を、あと受け身を取られている、受け身を取った。でも結構減らしましたね。はい、そうですね。若干エノキドロレントの方が体力が優勢。あー、ドンピシャ、タコリが入って、さあ立ち上げてます。おー投げ、おー投げ抜けしっかりやってますね。すごいな。おお着陸を投げて、さあ投げて投げ抜け、さあゼロカウンター。うわ勝利、あーうまい、降りてきたところきっちり昇竜で、はい、まず西尾流一歩選手。さあラウンド2ファイト。さあパトリーを途中で止めたか、台足が入ってしまう。さあ遠まで戦う、さあ西尾流、はい、エノキドロレント。さあゼロ感で、あとゼロ感が、さあ三角蹴りで画面中央に行くエノキドロレント。さあ大吉、さあ対空、さあ戦いが膠着しているのはなかなか動かない、はいはい、さあ投げで、さあゲージを回収しているエノキドロレント。さあ対空、波動拳、波動拳、さあ三角形でめくって、さあ扇風、さあダイヤシー、はい、さあダイヤシー、おお、さあ発動して、おっと、さあうまい、ああ、さあ波動拳でなんとかオリコンを止めて、落としてしまって、さあ時間が残りわずかとなってきました。さあどうなる、さあしゃがみ大パン、さあ西尾アッパー、あーっと、やはりタイムオーバーですね。じゃあ西尾流勝利となります。おめでとうございます。強いですね。非常に楽しい対戦ですね。さあ 1P がこちらサード勢のマサーノン、 2P が西尾流、はい、さあこの2人ですね、いつも対戦していて、そうです ね、 ね、しかもマサさんはサードの大会も出てたんですよね。そうですね、そう、もうサードもやれるし、ゼロスリーもやれちゃうという、そうですね、本当に二刀流ですね、これも本当に、よくできますよね、はい、本当。さあライジングジャガーで対空、ガンガン押しているのは西尾龍だが、さあ画面端に追い込んだが、今度自分から下がっていって、さあ対空、おお、まあ、西尾さんもだいぶ対策はできてるみたいですけど、そうですね、もう散々やってるのでこの2人は、それでもやっぱりあっとスパコンが入って、ジャガートゥースがね、すごいスピードなんでね、はい、反応しにくいですね、はい、そうですね、
来るのか手前に落ちるのか分かんないですからね。そうですね。さあちょっとしゃがみ足が入って、まずマサードン一本選手、はい、はい、ラウンツー、はい、さあゲージを回収しているマサードン、さあライジング…ライジングじゃないか、小サイク、はい、さあ波動拳、さあ投げて、さあ長くず手前に降りる、ジャガートゥースね、着陸点を変えれるんでね、そうなんですよ ね、 あれ、はい、あーこういう風になるんですよね、今みたいに手前に降りたりできるんでね、はい、そう空中で軌道が変えれるのはこの X アドの強いところですね、はいはい、さあちょっと追い込まれているのがこちら二松流、さあ攻めまくりのマサード、ジャガートゥース、さあどうなる、さあ中段、さあどうなるか、お、あーと体力が若干優勢だがちょっとまだわからない、さあ時間が、時間がないがわからない、あーっと中段、中段、これはあーっと、さあここで光って、さあどうなるこれ、減った、あタイムオーバーでマサードの勝利ですね、はい、おめでとうございます、はい、今波 1P が細川豪輝、 2P がマサードン、ちょっとキャラ的に性能的にはちょっと当然もちろん V 号機の方が強いんだが、そうですね、マサードンはねもう、はい、すごい反応ですよね、もうプレイヤーがマサさんなのでこれは分かりません、分からないですね、さあ露骨発動、ほらミスだ、あー出なかった、さあ旋風昇竜、さあ裏に回る、あーうまい、とアッシュラーで裏に回る、雨はね本当分かりにくいですね、はい、あれはい、そうですね、ラウンド2ファイト、はい、さあ投げて、さあ画面端に追い込んでるこちらマサード、さあジャガトゥース手前に着陸、あっと入らんかったな、もうあれが入るんでね、あっと発動して拾って、さあまだわからない、はい、さあライジングジャガー、 すごい性能、あーめちゃめちゃ反応がいい、さあまだわからん、おっと、さあゲージを徐々に溜めていくのが細川豪輝、おっとここで、うわー、あージャガトゥス、はい、露骨発動からの、はい、細川豪輝さあ勝利ですね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、1P がマルチバルログ、2P が細川豪輝、さあこれも見ものですね、伝説の細川豪輝が V バルログどう攻略するのか、はい、まあ攻撃力ね、いろいろ性能的には当然豪輝の上なんですが、はい、そうなんですよね、バルログね、エーパーがあるんでね、はい、そうですよね、1回当たったらもうダメなんでね、はい、怖いですよね、そこをどうやって細川豪輝は押していくか、はい、マルチバルロがどうやってエーパーを入れていくか、そこが見どころになります、はい、まあ、爪が取れてしまってリーチはないが判定がでかくなる、さあ慎重に戦う、おー、け爪回収しましたね、なんとか爪回収、さあスカイハイクロで反対側に行く、さあ、スカイハイクローが決まる、さあ、ローリングが入って、さあ、例によって時間が、タイムが、そうですね、少なくなって、おっと、ここでさあ、どうなる、さあ、竜巻で巻いて、おっと、光り返して、光り返したが、そう間に合わない、はい、タイムオーバーで、マルチバルログ、まず一本選手、はい、ラウンド2、ファイト、さあ、波動拳、さあ竜巻で、さあ空気竜巻で削って、さあスカイハイクローで反対側行く、さあバルセロナアタックでまたこちら反対側に行く、さあキャンキャン、あさあアグサンダー、あれもう定番の、はい、そうですね、バルログの
さあ空中投げ、おー、そう、このゲームは空中投げが強い、本当に。あー、うまい、うまいな、今の。さあ投げて、そう、また投げる。おすごい吸い込んだ感じ。変わった動きだった今。そうですね、ドロップ、うん、めっちゃ吸いましたね今。さあテラで返す。そうバンログ、そう台足がね。さあ波動スタート、はい、まあ、これはまあ仕方ないですね、はい、さあ次は細川豪樹取り返す、はいはい、ラウンド3、ファイト。さあ、ゲージがないのが細川豪樹。なんとか回収したい。あ、なんだ？おっと？さあ、投げからの？おっと？おっと？さあ、さあ、なんかやったぞ、今。はい。あっと、うまく逃げる。さあ、不発に終わりました。さあ、昇竜。おお、昇竜。さあ、お互いゲージを、なんとか回収したいところだが。着弾かまた、はい、さあバルログの3弾、はい、3ヒットゲージが溜まって、さあマルチバルログもゲージが溜まる、おお、すごいね今。さあ発動したのだが、発動したが、あーっとこれは、あさあどうなる、まだわからない、あーっとこれ無敵になっている、さあさあ伝説の細川豪樹が無敵をできやり方わかんないのに無敵になっちゃって、細川豪樹勝利ですね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、ではこれでエキスパートカテゴリーの、ウィナーですね、優勝が、細川さんです、おめでとうございます、おめでとうございます。はい、ワンピーがテンテンゴーキー、ツーピーがエノキドロレント、はい、さあ投げ、おーおー投げ抜け、うまっ、はい、早速投げ抜け、なんでわかるのあれ、みんなね、なんでわかるんでしょうね、本当にあれすごいよね、ものすごい反応せよ、うん、うわーすごい、さあ旦那で失敗して、さあこのままエノキドロレントがどこまで持っていくか、今の光どころはすごいな、うまいね今のね、これの欠点としてはゲージがね、もう鬼のように回復しちゃうんでね、はい、そうなんですよね、あーこう、あと、あーここで当て直しを狙ってきたが、当て直しか、あれ、あーっとパトリが始まって、はい、まずエノキドロレントが一本選手、はい、アランス、はい、はい、さあかかとかつい、おーっと垂直ショーキックか中キックか分かんないですけど、あれがなかなか使えないですよね、はい、発動して拾ったんだがちょっと落としてしまって、若干体力的に不利なのがエノキドロレントが、さあなんとかなるか、ここから、はい、旋風が入って点々号機こちら取り返す、ラン3ファイト、なんとかゲージを回復したい、さあ露骨発動きましたが、なんとかなんとかこれでガードしたが、インフレでそれでもあれだけ減ります、まだ残ってるインフレ、はい、インフレはね、割れて、インフレはあのガードをやめれば解除なんですね、ああそうですよね、うん、ずっとガードすると永久インフレなんでね、まだわからんぞ、はい、まだわかりません、これはゴーキはね、ピオリやすいんでね、そうですね、うん、3秒以内にこうチクチク攻撃すればいつか来るんでね、さあ、パトリが決まって、さあ、緊張の戦い、はい、うまくガード、うまい、発動したのがこちら、エルディロレントだが、さあ、どうなる、うわー、灼熱をガードしきれずに、
天天豪気勝利ですね、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ワンピーが西尾流、ツーピーが森桃源。はい、さあ昇竜、西昇竜は精度が高いですね。さあこちら激浪で打ち上げて、さあ投げ、はい、あそこに投げるのかすげえな。さあ大足が入って、あーあれが減る、あなんか変なパンチね、あれ、はい、剣のめちゃくちゃ減るんですよあれ。昇竜なんかすごいな、ちゃんときっちり引きつけて昇竜。はい、そうですね、西尾さんの昇竜は高いです。しゃがみアッパー、しゃがみアッパーを打つ形態もすごいですよね、はい、あれ、はい、波動拳飛び越えれない、はい、まあ、まだわからない。うわ、旋風が乗っかって、まず西尾龍が一発回収、はい、刺さりましたね。ラウンツーファイト、お、うまい、ジャンプが、しゃがみ中パン、さあ、激あ、うまい、スパコンを打って、さっきから、うわ、おー、すごいな、今すごいな、なんだありゃ、大体ネタの餌食になっちゃうんですけど、はい、さあ、しゃがみ打撃、投げが刺さる、しゃがみ打撃、出た、あ、いい戦い、あー、うん、変なふうになった、おかしかったね、今ね。さあ、さあゴロゴロがきて、さあ、まだ分かりません。さあ、ゼロか、あー、確実に決めてきましたね。森本源取り返す、はい、ラウンド3ファイト、はい、さあ、ハド源、さあ、熱い試合です。さあ、Z なんで、あとあと体育失敗か、恐竜が反対側にしてしまう。波動拳、立ち合いキック当たって、さあ、昇竜、波動拳、波動拳、もうむやみに波動拳、効果が来るんでね、ゲームはね、はい、波動拳打つ気も危ないんですけど、そうなんですよ、安易な波動拳は打てないですよ。おっと、何は、なんかすごいのあ、シンク、あっと、いや、起き上がりにレベル3の真空竜巻をぶっ飛ばして、さすが西尾ワールド、今日も炸裂、西尾龍勝利、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、1P がこちらは武井佳林、 2P が天天豪輝、はい、さあこの試合、まあ佳林もね A パンあるんでね、そうですね、豪輝としては油断できないけど、はい、油断はできません。ただ佳林はねゲージ回収が悪いんですよ。はいはいはい、そういうことですよね。ただそれに対して豪輝はねゲージの回転が早いんで、ね、はい、さあ空中投げ、はい、うまい、あグレンで倒して、はい、アシュラで逃げる、うん、もう投げれない、うまい、右ヒット、さあ投げて、さあ灼熱、ちょっと削りモードかな、はい、が入って、まず点々豪輝が一本選手、はい、渋い技で決めましたね、今今ラウンド2ファイト、近い中撃かな、あれ、そうです ね、さあ投げ、勇気あるな今、さあ当て身を置いて、そう裏うまく今地上からめくった感じです、はい、さあ、あー、つながって、さあ、アシュラでうまく逃げて、さあ、さあ、発動したが、ちょっとうまく当たらなかった、そうですね、さあ、ここからどうなるか、うん、体力優先なのは武井佳林、はい、さあ、竜巻で巻いて、あっと、投げれなかった、なかなか大発になったな、はい、さあ、削って今度はこちら武井佳林が取り返す、はい、
ラウンド3、ファイト。あと、シルが絡めた。おっと、アシュラを打ったけど、なんか。そうですね、後ろにアシュラ行ってましたね。うん、でもショ、お、アシュラの終わりにね、ショアシが置いちゃったもんね。そうですね。あ、次は出した。発動して、さあどうなる。おっと、出ました、これ。おっと、ちょっと失敗して、さあこのままやばい感じ。おっと、さあどうなる。さあ、ゲージが、うまっ、うまい。あ、さあどうなるこれ。さあどうなるこれ。かなり強く状態がやばい。おっと、あーっと、下手まーす。たけりーかり勝利ですね。おめでとうございます。はい、おもむろに裏に回ったね、進んで裏に回って光ってね。はい、ワンピーがトーマスさくら、ツーピーが西尾龍。はい、もう西尾さんは当たり前のようにゼットリを選んできましたね。はい、さあ、トーマから波動拳。はい、さあ、ダイヤシが入って、さあ、ダイヤシ、ダイヤシ、さあ、波動拳の打ち合い。さあ、慎重に遠い前から戦う。なんとか近づいてもね、中足、大足で押し返して、うん、って感じで。おお、繋げた。さあ、戦いが動いた。さあ、画面端で追い込まれているのがこちら西尾流。なかなか大足が届かない。そうですね。さあ、波動拳を受け、勝利を打つが、おっと、空爆、おっと、あー、ところが今度立場が変わった。はい、西尾流が追い込んでいる形。そう、うまい。おー、かっこいい。つながってるよね、これ。つながってました。レベル3を使ってしまいましたけども、まあ、とりあえず。はい、まず、西尾龍は一本目、はい、ラウンド2に入って。さあ、振り子からの、さあ、竜巻で。はい、中断。ピオリーチ。あと一発。さあ、なんとかピオリを回避。さあ、ダイヤシー、勝利、どういう反応するの、すげえな、はい、発動して、あっと、トーマスロキ、あ、じゃあトーマスサクラ、折り込み失敗してしまって、はい、ちょっとミスしてしまいましたね。はい、あー、西尾波動か、西尾さん勝利ですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。すごいな、わー、強いですね。1P がマサアドン、2P がタケリーカリン。はい、これまた見物の対戦ですね、ちょっとこれ。そうですね、どんな戦いになるのか、どうなるんすかな、これ。さあ、中断。すごい、威力がすごい。普通に単品に当たってるんだけど、さあ、どうなるか。あー、これは露骨からの、露骨から行くか。さあ、あーっと、ペーパーに行けなかった。こうなってくると、マサードまだ勝利がね、見えてきた。はい、そう、カリンはね、ほんとゲージが回復しないですよね、なかなか。さあ、投げて、さあ、スパコン打って、さあ、削って、そうか、ちょっと小さいもんで当たらんね、あんまり。はい、そうですね、結構、ババババって削れるのね。さあ、対空、あー、開けよう。マサードですね、マサードがまず行くんです。はい、ラウンツー、ファイト。さあ、ジャガートゥース、ライジングジャガー、昇竜。うわ、何あの投げ、すごいな、今。さあ、ライジングジャガー打って、さあ、タケリカリン、さあ、ここから、さあ、ずっと冷静に、あ、ガードいった。あー、しっかりガードしましたね。あれ、どっちかわからんもんね。はい、わかんないんですよ、あれ。おー、これは、あー、強い。マサードン、さすがですね、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。強いわ、本当に、さすがです。はい、では次の試合いきます。 1P 側西尾選手、 1P 側西尾選手、 2P 側マサ選手、 2P 側マサ選手。お願いします。じゃあ、ちょっとマイクパフォーマンスいいですかね、この2人。
じゃあまず西尾さん2回目ですよねこれ。はい、ちょっとマイクパフォーマンスマサさんに一言お願いします。はい、次こそは倒すぞ、次こそは倒すぞと、次こそは倒すぞ。じゃあマサさんちょっと一言西尾さんに。はい、西尾さんを救いたい、西尾さんを救いたいとちょっとよくわからんですけどじゃあもういいっすよ、始めてもらってまあ二人にしかわからない、はい、そんな会話が、そうですね、夫婦水入らず、はい、の夫婦水入らずということで、この二人しか仲良く対戦してください。 1P が西尾龍、2P がマサード、はい、すごいですね、ウィナーズでもルーザーズでもバッチリ当たってます、はい、バッチリ当たってね、もう運命としか言いようがないもん、ね、赤い糸で結ばれてますわ、この二人は。そうなんですよ、週末はいつも対戦してますからね、この二人。そうですよ ね、 ね、はい、まあ、入りづらいですもん、なんか邪魔から悪いなって感じですね、はい、さあ、遠方から建設試合の二人さあ、波動拳、あと当たらない、さあ遠方から技を振りまくって建設、中断、はい、あ、耐久失敗か、あ、スパコンって、あ、あ、結構当たった、あスパードウープが、あ、裏に回る、あ、竜巻までいけなかったですね、 うわ、すげえ体力がちょっと、さあ、どうなる、どうなる、このままうわ、冷静にライジングジャガーを打って、はい、マサードン、一歩選手、はいはい、ラウンツー、ファイト、評判でマサードを止めて、さあ投げつかりでゲージを回収、さあジャーツースで手前に降りる、うわ、すごい、制限使います、はい、かなり押している、こちらマサード、さあライジングジャガー、あ、攻めないと体力、あのゲージが増えないですね、はい、ね、はい、さあ、竜巻を打って、さあ、竜巻まで、おーっ とそこからスパコンまで入れました、スパコンを繋いで、ものすごい追撃、はい、ダメ端から端までいったって感じですね、今、そうですね、さすがですね、西尾龍、黙っちゃいない、はい、そうですね、さあ、西尾龍、おお、ライジングジャガー打ったんかな、今、そうですね、でもなんか西尾龍が蹴りが当たって、はい、蹴りが当たっちゃいましたね、でラウンド3ファイト、あのアドンの通常の蹴り、あの強いですね、あれ、そうですよね、空中で軌道も変わるし、そう、波動拳をね、飛び越えミスしても、はい、修正できますもんね、はい、そうなんですよ、なかなか結構反応しづらいし、しづらい、そう、さあ、ダメージを押し込んでるのが今、マサードン、まあ、ジャガーツースでガーッと攻める、はい、さあ、ゲージが溜まった、さあ、ゲージはお互いにマックス、さあ、どうする、なんかすごい、はい、これはもう嵐の前の静けさそうしか言いようがありません、そうですね、さあ先に仕掛けるのは、さあどっちだ、さあ3秒し、はい、体力優先なのはマサード、はい、おっとおっと、ここで出したのはキックハード打つ、さあ時間が、体力が拮抗している、あーっと、あーあー、投げかなんかいったんですかね、今のね、マサードの勝利ですね、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、1P がマルチバルログ、 2P がマサードン、はい、マルチバルログさん、マルチサンバルログ、今回はちょっと頑張ってますね、そうですね、はい、A パン精度が高いですね、今回、はい、さあライジングジャガーを決める、まあ、確かにエーパーは怖いんですけど、防御力がないんで、はい、あのバルログがね、はい、そうですね、だからマサードにも勝負する、はい、おっと、
さあ光ってあこのまま、まあ安く押さえた方ですね、はい、これね、そうですね、エーパイガレリオ全然いいですね。さあゲージが中、おーっとあれが入るんだ、時間が止まるもんね、入るは確かに、はい、よー分かっとんなぁ、うん、あーすごいすごい反応ですね。まずマサードが一本選手ラウンツーファイト、さすが早くろ、さあ発動したのがこちらマルチバルで、はい、さあどうなるか、さあどうなる、おっとペーパーには持ってきず、まあ、こうなるともうマサードガンガンいけますからね、はい、キャッキャスパイか、おお。すごい、投げ、あ、お投げ抜け、おさあ、ゲージが溜まったのがマサード、あ、うまい、すごい、中段からの、さあ、スパゴンが入る、これはやはり時間がもう止まったので、おかっこいいですね、今マサードの勝利ですね、はい、おめでとうございます。はい、ということで、エキスパリー、エキスパートカテゴリールーザー優勝がマサ選手です、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ワンピーがシャンクス・サクラ、ツーピーがこちらのサードでマサード、もうほんとこのマサさんのねアドンはすごいんですよ、もうエックスイズムだからって全然ね侮れないんですよね、そうですね、もう破壊力とあと技の入れどころがすごい、うまい、マサさんのやっぱすごいところはあの確認能力ですね、そうですね、ヒット確認がすごい、はい、常に最大入れてきますからね、そうなんですよ、ね、発動したけど、まあ、スパコーチがちょっと下っ引っちゃったけど、まあ、安く抑えた、怪しい、まあ、素晴らしい合戦、さあ、ライジングジャガー、おーっと、発動したけど 50% なんで短い、無敵が短い、さあ、まだわからない、うわジャガートゥースで削って、まずマサードが一本選手ラウンド2ファイト、まあ、ゲージがないので、まあ、マサードとしてはなんとか、甘い飛びにはきっちりあの割り込んでいきますね、そうですね、本当にさあ、ライジンジャガー、さあ、手前に降りて、おー、うまい、さあ、証券、さあ、スパコン打って、さあ、ゲージが、うわー、しゃがみすがしが入って、さあ、マサード、こちら勝利ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。V イズムでも物ととしませんね、本当に。そうですね。はい、1P がエビウドンリュウ、2P がマサアドン。さあ、どんな戦いになるのか。まあ、リュウとは言っても、ね、西尾さんのリュウとは違うんでね。はい、ウィドンさん、西尾さんの形を打つことができるか、どうでしょうね、うんうん、
ジャガーキックに竜巻合わせていく、うん、さあ旋風、さあ対空で鏡大パンチ、さあライジングジャガー的確にライジングジャガーを打つ、反対空、さあファイヤー波動、さあ冷静に対空を打って、まずマサードンが一本選手、一本選手、はい、ラウンツー、ファイト、あとちょっと当たりですね、浮いちゃいましたね、今ね、天風に当たった方ですかね、天風かな、多分そうですね、お、大勝負ですか、あ、シンクアド、近いもの威力ある、全然差が見えたな、今7だから、さあ、レミアガード、よし、オリュー、もう、マサさんには飛びが通らんすね、ほんとに、そうですね、ものすごいうまい、素晴らしい反応、ねえ、さあ、今度ジャガトゥースはちゃんと本体を狙ってきた、マサードン、これで勝利ですね、おめでとうございます、おめでとうございます、これ、下克上勝者になりますね、はい、おめでとうございます、マサさんが下克上のトーナメント勝者となります、決勝トーナメントの方ですね、入っていきたいと思います、いきます、はい、第1試合、ワンピー側マサ選手、ワンピー側マサ選手、マサさんずっとだね、ほんとに、2ピー側細川選手、2ピー側細川選手、お願いします、ワンピーマサさん、2ピー細川さん、これでウィーナーの決勝トーナメント入っていきます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ーですよー、はーい、もう座ったかな、うん、いいよ、始めてもらっていいですよ、スタート押してください、はい、1P がマサードン、2P が細川豪輝、さあ上級者同士の戦い、もうマサさんがね、そんなにやっとらんのにもう上級者枠ですからね、そうですね、もうでも立派に、さあ実際に当て直りか、補正切りで入るも9割ゲットしていく、はい、ただ補正がかかっていてね、なかなか減らないが、さあ2ヒットでまず細川豪輝が1本選手、はい、ラウンド2、ファイト、さあ、ジャガトゥスとハドケンが相手、さあ、ダイヤシー、さあ、サボネンだったか、さあ、空中投げ、吸い取る、さあ、発動できなかったか、さあ、ダイヤシーが入って、さあ、シャンプチらしい、さあ、どうなる、波動スタート、残るか、あー行ってしまった、残らない、やはりこれは X リズムの弱点と言える感じですね、細川豪輝勝利になります、おめでとうございます、 V の性能をいかんなく押し付けていきましたね、そうですね、はい、ではここから、この後の試合ですね、次の試合です、次の試合が 1P 側浅井選手、 2P 側細川選手で、はい、細川さん連戦、はい、でこっから2先になります、はい、2先ね、ここ2先です、この試合2先です、お願いします、浅井さんと細川さん、 1P が浅井さんバイソン、 2P が細川さん豪輝、はーい、おスタートしてください、お2人とも2先ね、1回お互い負けれる、はい、1P が浅井バイソン、2P が細川豪輝、うわっとスパコンいきなり打ってきて、もう体力半分近く、さあ露骨から、さあ投げて、バックネットから掴んでいく、掴んでいきましたね、今体力8割持っていって、ただ体力が減ると攻撃力が上がるんでね、これはさあまだ油断できないってことですね、さあ竜巻で巻いて、さあどうなる、さあゲージが溜まった、さあ灼熱で削り切って、まず細川豪輝が1本選手、灼熱でぴったり削りました、ね、そうでしたね、ランス、はい、よく見てる、さあ昇竜、
おー、スパコン打ってる。なんか最後すごいな、すごいとこでねじ込んでくるな。空気のわずかな隙にねじ込んでいきますね、今ね。ダブルジャック波動が、まあ、どうなるかな。8、うん、うわ、投げ、吸い取る。さあ、ガードフノールコンからそのまま、おっと、最後まで行ってしまった。 X だから減りますね。そうですね、細川豪樹、勝利ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。もう一勝ですね、はい。あ、そうか、連戦お願いします。浅井さん、連戦お願いします。2、3だったもんね。はい、何回か忘れとったわ。はい、同じ試合ですね。もう一回ちょっとやってくださいね。リズムは変えて OK だからね。さあ、どうするか。と、今度は浅井バイソン、セットリズムを選択ですね。ゼロ感があるとないと全然違いますからね。そうですね、さすがにブイズも押し付けられてはきついですね。そうですね、スバイソンも。これ旧型基盤なんでね、あのゼロカウンターが減るやつです。減るやつ、減るやつですね。ゼロカウンター1ドットしかね、本当は減らないんだけど、こいつ、はい、バイソンのゼロ感は通常通り減るんでね。はいはい。あとゼロカウンターだったか、食らってしまう。やはり、防御力が普通にあるんでね、あんまり爆発的には減らないです。そういうことですね。ね、なるほど。さあ、スパコンレベル1。さあ、あっという間にレベル爆発して、はい。まず、細川豪樹が1本選手。ラウンド2、はい。さあ、昇竜。さあ、そうね、グランド、ダッシュグランドがね、レッドイズムだとね。そうですね。さあ、反対に回って、さあ、発動して、わあ、レッドイズムのタイルはどうしようもない。かなり体力が減るが、うまっ。さあ、位置が入れ替わって、遠方から、さあ、スマホ持つ。ゲージが溜まった。細川豪樹、さあどうする。さあ同じように拾って、さあ今度も細川豪樹が勝利ですね。2本取ったね、これで。そうですね、はい、受け身狩りの前もバッチリでしたね。そうですね、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では次の試合が、最終試合ですね。最終グランドファイナルになります。はい、いきます。ワンピー側八木選手、ワンピー側八木選手、ツーピー側細川選手です。そのままこれ最後の試合になります。はいはい、細川選手、これが最終決勝になります。八木選手は1回勝てば優勝です。ハンディキャップマッチになっています。細川選手は2本取ってください。 2試合勝ってください。お願いします。はい、細川さんはハンディキャップで2回勝ってくださいね。ヤギさんは1回勝てば優勝ですよ。さあ、これが最終試合になります。はい、1P がヤギバルログ、 2P が細川豪樹。さあ、グランドファイナル最終戦ですね。さあ、ダイヤシが入って、画面端でガンガン押しまくって、ガードゲージ、うわ、すごいな今の。さあ、ガードゲージが割れる。あ、初失敗。さあ、どうなってる。うわーっと、そのまま、お、裏いった。さあ、爪を回収。どういう反応、スカイハイクローに勝利を合わせる超絶反応、軌道が見えてるね。え、ラン2ファイト。さっきから本当だって偶然じゃないよね、あれ。見てる、ね、見えてるんだよね、あれ。軌道が分かってる、ね、勝利ですね。さあ、ローリングで削って、何かが相打ち、かかとと大パンチですかね。相打ちかな。
あと発動したけど、ちょっとこれはもううまく発動逃げる。あっと、イズナドロップが決まって、さあ、バルログの機動力を生かして距離を取る、ヤギバルログ。さあ、スカイハイクルが入って、さあ、イズナドロップが決まる。さあ、結構押してる。さあ、距離を空けるヤギバルログだが、さあ、またスカイハイクルだね、あれ。そうですね、威力してるのあれ。さあ、ガードゲージ割れて、スパコン打つ。あーと巻き込まれて、さあどうなる、どうなる。さあゲージはあるが、まだわからない。さあうまく逃げ切るか。あ、スカイハイクローが決まって、今度はヤギバルログが日本選手。さあこれヤギバルログ、これリーチになりますね。リーチになりました。はい、ラウンド3ファイト。ちょっとわからなくなってきましたね。さあスカイハイクロー止まって、さあかかとが当たる。さあなんとか距離を取って、さあ発動して、さあこのままどこまで減らせるか。ちょっと防御力がないのがバルログの欠点ですね。これかなり体力が減ってしまう。さあ竜巻が巻いて、さあ裏行ったところまた竜巻が入って、細川豪輝がまず一勝ですね。細川さんは2回勝たないかもんで、これで細川さんはリーチ。はい、じゃあまた同じ対戦ですが、やってください。はい、でこれで本日の最終試合になります。では最後の札をお二人とも張り切ってよろしくお願いします。お願いします。いきましょう。はい、スタートしてくださいね。さあ最終試合、まずこちら 1P がヤギバルログで、 2P が細川豪輝。さあ波動拳、さあ大事ね、慎重に戦う。あっと、これはさあローリング入って、さあ発動したが、さあヤギバルログが、なんかあっとこれ当たってしまう。またかなり体力が減ってしまったが、まあ安く終わらせたかな。半分ぐらい体力はなんとか残ったんで。そうそうそう、波動。じゃあスコア合計、なんとなく竜巻を打ちまくってゲージを回収。あっという間にもう 100% ですね。そうですかね。だからとか当たって爪を回収。爪爪に竜巻入ってしまう。かかともまで行ってしまって、まず細川豪輝一歩先制。これは細川豪輝はリーチですね。ラウンド2ファイト。さあ昇竜、さあかかとが入って画面端に追い込まれているのが細川豪輝。冷静にガードしているヤギバルログ。さあ昇竜、さあどうなってる。おっと、うわ、よく見とるな。さあこのまま防御力が入って、さあ昇竜が打つ。おっと、空中投げ、どう、すごいね。さあゲージを回避しているのはこちら細川豪輝。さあまた50パー溜まって、そう昇竜、さあかかとで、あ、なんか位置が入れ替わってる。波動拳ダイヤシーン。はい、この瞬間に細川豪輝優勝ですね。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、拍手みんな。はい、では本日の優勝は細川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そして最後、準優勝、八木選手、最後の最後まで粘っていただきありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございま す, いま す, いま す, いますでは本日優勝された細川選手にはトロフィーが授与されます。はい、今回優勝トロフィーをですね準備させていただきました。はい、ちょっと小さいけどね。じゃーん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 。すいません、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、記念品です。おめでとうございます。はい、
はい、では本日の第9回名古屋ゼロスリー大会、これにて全行程終了でございます。23時30分まで皆様ありがとうございました。そしてこの後も皆様の試合張り切ってみんなで仲良くどつき合いしていきましょう。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。